彼女が生きている証、この秒針が止まらぬように見守るのが僕の役目。かつての主人、物欲の化身、自らの罪はいつの日か己自身を滅ぼすのだと、どうして早く気づけなかったか。彼女の半身に今も残る醜い跡、その後はあの二人の思い出を刻んでる。迷い込んだ何も知らぬ哀れな訪問者、彼らのすぐ墓場の主の胃袋に収まることだろう。主役気取りのあの女の子、いつも通りのわがままなんまい、片割れを失った寂しさ、少し顔に宿しながら、孤独な男がその死の間際に作り上げた森の奥の小さな忘れ去られたその時に何か地目が全部愛仕掛けの子守歌。染めのハサミ、試食の刀、未だ目覚めぬ彼らを待つ日々、全ての歌が語られた時にユートピアは完成するらしい。時計の針が止まることは彼女自身の終わりを意味する。先ついてかけた歯車たち、残された時間は長くない。孤独な男がその死の間際に作り上げた森の奥の小さな映画館、館長を務めるのは彼がもっとも愛した千枚仕掛けの異形。覚悟は決めた、僕は自らの左胸にそっと手を当て深く差し込んだ。そして新たに始まるものがあったり、時計の針が止まらぬ